なんていうか言葉が出ない。おい、こりゃマジですげえな姉さん。言葉出ないんじゃなかったの？はい、こんにちは、P です。何でも、チャプター14。何もでも一体どうやって隠し通せたんだ？我と、学園にあるべしあるものが9個あります。まず1個目、いきなりあります。価値があるはずだ。もう会話だね。アルカサルもそう思うといいけど。なあ、お前喜ぶってことができないわけ？喜んでるよ。でも俺たちの目的は。目的は十分理解してるさ。それならいいけど。もちろん。上手だよね。酒場ってどう？海賊らしいだろ。ここね、しみじみするイベントっていうのはな、会話があります。いい眺めだな。乾杯。乾杯。なんでみんなここに？住民か。ああ。悪名高いお尋ね者と生死を共にして。それで？そうだな、のんびりする。うん。隠れが見つけて酒に溺れる。悪かはないかもな。でも毎日エイブリーの像とご対面。なあサム、他の道選んでたらどうなってたかって考えたことある？例えば路上で手品をやるとか。実は考えてた。うまかったし。絶対に無理だったって。おい、嫉妬してんだろ。絶対そうだ。マジでさ、何百年も前に死んだ人間なんか追いかけなかったらどんな人生を送ってただろうって。もっとまともな生活送ってたかな。まともか。例えば感謝祭にみんなで集まって食卓囲んで子供の写真を見せ合う、そんなとこ。ごめんだな、俺は無理。こんな生き方が好きだ。ああ、前にも聞いた。なあ、俺たち運いいだろ。これで運がいい。ああ、15年も臭い飯を食わされりゃ何だってよく思えるもんさ。まあ確かに無所よりずっとマシだな。コップ空っぽ。この店サービス最悪だな。なんかね、すごく姉さんが現実主義者ね、サムが理想主義者なのかなって感じの会話でしたね。はい、ここはサム、これ見ろよ。海賊の掟みたいなのがあるぞ。はい、でね、宝物の2個目、9個あるうちの2個目ですね。この左側の建物であります。あ、なんか喋ってたね。はい、2個目です。まあ、どこにもねえよ。掟っていうかルールっていうかあるよね。エイブリー船長、やっとお出ましですか。これ何なんだ？お前に会いに行く前に俺も何度か見た。誰が印をつけたんだ？なんか意味あるの？さあ、どうだかな。侵略者かな。どうせ敵は山ほどいたんだろうし。かもな。
指定するようなマークだよね。ここで写真を撮れたら最高だったのにな。カメラさえあれば。手帳に絵描いておこうか。マジ？上手。確かにすごいけど、塔のある大きな建物にはどうやって行く？はい、海賊の楽園にも部署は存在してたってわけ。3個目ですね。一体誰を入れるってんだ？そもそも奴ら海賊なのに笑えるな。はい、3個目。どこにでもクズはいるってこと。どこにでもクズいるんだ。だから必要なんだね。確かにね。はい、では進みます。ほら、こっちだ。何があったんですよね、ここね。でもね、ほんとサム、なあ、こっちじゃないか。すぐ行くよ。アジトだったみたいだな。でも誰から隠れるってんだ、自分たち。見ろよ、商業地区の配置図みたいだ。そんで俺たちのお宝もそこにある。ほら、あの塔だ。何を企んでたんだ。ああ、このシンボルが侵略者のものなら地下のアジトでは見つからないだろうな。楽園に問題発生？秘密結社か。あくまで推測だけどね。揉めたんだろうね、きっとね。4個目の宝箱です。あとね、街中に行くのかな。かなり激しい銃撃戦があります。スペースっていう、あそこから行けそうだ。でもできるんですけどね、今回はね、よし、気持ちよく撃ちます。いや、あのステルスが気持ちよくないわけじゃないんだけどね。やっぱりね、せっかくの銃撃戦だからね。おい、マジかよ。なあ、撃ちたいかな。街の続きがあったみたい。ゲームだしね。リアルやったら大変なことになっちゃうから、ね。ではこれ。あ、でもいい銃持ってじゃん。いい銃持ってじゃん。やばいやばいやばい。待って待って、やばいですやばいですやばいです。ちょっと体力がすぐ。やばいな、さすがに痛いよね。プロだから痛い。グレネードランチャー持ってね、いいよね。こっち来るかな、そうそう。あ、いや、見て。あ、いや、これじゃないの。あれ、ね、たまに装備、すごい、重装っていうんですか、なんていうのかな。持ってくるのがいるんだよね。危ない。ゲームつけた。あ、来た来たわ。あ、間違えてる。ヘルメットが取れちゃえばね、それほど難しくないよ。え？どうだったんでしょうね。まだ、あ、いるやつかな。ちょっとこれ撃てない。届かないね、これだと。うわ、危ない。やっぱり、指揮優秀だったのがこのハンドガンかな。OK かな。これで全員か。弾を拾っとけよ、ね、まだまだいるだろう。やめて、このパターンでね、結構中国さんってみたいなのあるんだよ。悲しすぎるよね。はい、アンチャーはね、それがあるからね。やっとね、銃撃戦クリアーみたいな。ジャンプしたら落ちちゃったのみたいな。動画撮ってないって全然気にもならないんだけど、撮ってると、さすがにちょっと嫌かなみたいなので撮り直し。ここね、前はね、前の方に3人、もう1人ぐらいいるかな。いないな、ショットが。あ、もう1人いると思うな。で、歩ってくるのがいるの。ショットガン持って。それが危険。これね、これ来るよ。危ない。
結構痛かったね今ね。相手も倒せました。まだいるか、片付いた、片付いたぞ。勝ってるからね、ちょっと息切れ。ではもう少し進みます。届くのかな、届いた。はい、でこっちね、大丈夫。もうだからね、さっきの話じゃないけど、銃撃戦はね、結構ね、リハしてね、ああ、やったと思いながら、ああいうところで落ちちゃうという。これメモか。このメモがあるね、建物の、出たところにあります。あらもんね、5個目なのかな。結構ね、こういうメモで補足的なね、お話の内容がわかりますよね。ちょっとのが見逃してる部分はあると思います。あそこにありましたかね。はい、5個目ですね。翡翠かな？そうだね。この後は、ちょっと先かな。あれですね。はい、じゃあもう少し、ちょっと待って、どこ、これか、はい、あ、ここだね。多分ね、ここでね、オートセーブが入ると思うんです。これ大丈夫なのか。ここ、この辺じゃ安定してる方だよ、ね、あ、なるほど、じゃあダメだ。はい、終わりにしようかな。わかったって、今行くよ。本当に銃撃戦で、ま、ちょっとこの人たちは邪魔なんでね。おしゃべり、あれいないぞ。どこ行っちゃった。あれ、どれって、あれいない。あ、これやつ、あ、これました。あ、これ今はサムがスッとこ立ち合わせたよね。はい、じゃあね、今回ね、ここまでにしたいと思います。この後ね、まあ、それほど長くないから、戦闘が2個ぐらい、1個かな、2個かな、ちょっとあって、とね、少しお話が進む感じなんですけど、そうだね、ちょっと、時間的に、そうですね、ここで1回ね、終わりにしたいと思います。はい、ちょっとね、同じような説明してました、ごめんなね。はい、じゃあまたです。バイバイ。